はい、今回はトリボナッチ数列の初出ということで、トリボナッチ数列がね、どこで初めて出てきたかというのをね、話したいんですけど、まあその前に、フィボナッチ数列についてちょっとね、触れておかないといけないよね、ということで、フィボナッチ数列。つうのは何かっつうと、まあ0、1、1、2、3、5、8と、まあ続いていく数列で、前の2個の和が次に来るよと。だから、リカレンスリレーションだと、fn たす2は fn たす1たす fn と。まあ、こんな感じになってて、初期値をこれにしてますよと。まあ、そんなね、数列だよね。うん。フィボナッチさんが自分の本の中で議論したということで、フィボナッチ数列と。あ、ちなみに英語で書くと、フィボナッチと。まあ、これはね、人の名前なんだけどね。で、まあ、これをちょっと変形させて、トリボナッチ数列っていうのを考えましょうと。で、それは何かっていうと、まあ、まあ、0、0、1、1、2、4、で、7で、13みたいな感じで増えていく数列で、これはね、前の3項の和が次に来ると。ね、これになってますよと。まあ、そんな数列で、リカレンスリレーションは、n たす3つのは fn たす2たす fn たす1たす fn と、で3つになってるんで、ここ3つと3項というんで、トリボナッチとトリと、トリっていうのは3の意味だからね。英語でもさ、トリプルとかさ、トライアングルとかさ、他に何がある？トライポッドとかさ、トライアスロンか。まあみんなね、3に関連してるというところで、まあこれはね、トリボナッチさんが考えたんじゃなくて、フィボナッチさんのフィボナッチという名前をね、トリに変えたと。だからね、フィボナッチさんも、バイナリー、ビボナッチかなとかいう名前だったら、ビボナッチ、まあね、ちょうどいい具合にハマったんだけどさ。まあね、それはね、別に、フィボナッチさんにね、非があるわけじゃなくてね、まあそうだったら面白かったね、と。でさ、フィボナッチさんってさ、確かウサギのつがいをどうやって増えるかっていうのをね、議論したんだよね。で、トリボナッチ数列はね、実はね、ウサギじゃなくてね、ゾウなんだよ。ゾウ、パオーンっていうね、鼻の長いゾウさんと、それをね、どうやって増えるかっていうのをね、まあ計算した時に出てきたと。まあその、初出をちょっと今からね、お見せするんだけど、これブラウザがついてるんでね、そっち側に、あ、眩しいな。すでに用意されてて、ちょっと眩しいけど、勘弁してほしいんだけど、On the origin of species by means of natural selection。で、著者はダーウィンと、チャールズ・ダーウィン。だから、ダーウィンの種の起源というところで出てきたと、まあ、いうことなんだけどさ。で、この第三章で、そのゾウさんのどうやって増えるかっていうのをね、議論してるんだけど、ちょっと眩しいからさ、ブラックボードに戻って、該当部分をコピペすることにします。はい、今、該当部分をコピペしたんですけど、On the Origin of Species by Charles Darwin の Chapter 3, Struggle for Existence と、エグジストするための、ね、存在するためのストラグル、格闘と、いうところに書いてあるんですけど、ここね、The elephant is reckoned to the slowest breeder of all known animals。ね、エレファント出てきたでしょ？ゾウと。ね、ゾウっていうのは知られてるよと。ね、最も遅いブリーダー、子供を産むのがと。あ、そうなんだね。で、I have taken some pains to estimate its probable minimum rate of natural increase。ね、まあ、可能性のある最小限のレート、ね、自然な増加について計算したよと、エスティメイトと。で、taken some pain と、ちょっと頑張ったよと。まあ言ってるんだけどさ、実はね、ダーウィンってこの計算はね、息子にさ、一人数学者がいて、その人にやらせたっていう話なんだけどね。だからね、taken some pain というのはね、ちょっと大げさかなと。子供にやらせたと。
で、It will be safest to assume that it begins breeding when 30 years old. 30歳になった時に、ね、ゾウさんは子供を産み始めると。で、goes on breeding till 90 years old. 90歳まで、ね、産み続けると。Bringing forth 6 young in the interval.、ね、その期間に6匹の子供を産みますよと。うん、だからここは30歳でつがいペアの子供を、ね、オスメス産んで60歳でまた2匹つがいを産んで最後に90歳で、まあ、ペアオスメスつがい産んだよというところで6匹、ね、このゾウさんつのは生涯産むと仮定しましょうと、うん、And surviving till 100 years old 100歳まで生きますよと。で、if this be so, そうならば、after a period of from 940 to 950 years, there would be nearly 90 million elephants alive. 90 million だって。19 million。だから1900万か。descended from the first pair と。うん、最初のつがいから、ね、生まれたと。まあ、最初のつがいはアダムとイブという感じだよね。この世界ではね。うん、じゃあこれ実際本当にそうか ?90 ミリオンになるかね、計算してみましょうと。で、ここでね、ちょっとね、表を書くんで、この辺は飛ばそうと思います。はい、こんな感じで今テーブルを作ったんですけど、この右の軸が、これがね、ゾウの年齢ね。うん。で、左の軸が世代と、ジェネレーションと。で、これは30年スパン、うん、で考えましょうと。いうことで、最初にね、まあ、ここに、まあ一つのつがい、ペアがいますよと。まあこれ全部ね、ペアで考えていくのね、ペアで。で、男女のね、男女、子供が生まれるっていうのもね、仮定して、まあそれはね、計算を簡単にするためにと。こういう場合のね、数学者がよくあるパターンなんだけどさ。あとね、近親相関とかも気にしないと。まあ、その辺はね、数学者の特権というとこなんだけど。で、まあ、こいつらが、30年経つと、ね、一つ、世代を経ると、まあ、ここに30歳になりますよと。そうすると、こいつらが子供を産みますよと。うん、これペアね。うん、男女と。で、また30年経つと、こいつらが30歳、年取って、で、こいつらがまた子供を産みますよと。ここね、新しい新生児のペアが2ペア生まれますよと。うん、っていうふうに考えていくんだよね。これがダーウィンさんの考えた、まあね、自然な増加の法則ということなんだけど、ね、実はこれってトリボナッチ数列じゃんと。まあそういう話なんだけどね。うん、で、ここでさ、こいつ90歳になったやつ、こいつっていうのは、ね、次の30年経つ間に死んじゃうんだよね。つうのも、ダーウィンさん100歳で死ぬって仮定してたでしょ。ここか Surviving till 100、うん、って言ってるからね、こいつは死んじゃいますよと。でも若い世代がまた30年経つと成長してで、ね、途中で死ぬことも仮定しないんですけどね、うん、こいつらがまた子供を産みますよと。で、成長して子供を産みますよと、うん、で、こいつはまた死んじゃうと。C と。まあ、こんな感じで増えていくんだけど、ここにね、見たことのある数列が出てきますね、と。うん、これって何ですかと。1124713と。それって、ね、1124これじゃんと。トリボナッチ数列になってると。いうことなんだよね。ね。だからさ、ダーウィンはトリボナッチ数列っていうね、名前を出してないんだけど、彼の計算の中でトリボナッチ数列を使ってると。まあそういう話なんだけどさ、うん。ちなみに、合計、計算してみようか、合計。確かさ、ダーウィンって、ここが1900万でしょ?うん。90 million elephants alive。alive だからね、生きてて、と。うん。で、750。でんでしょ?だから計算できるはずなんだよね、こっからね。で、合計これ1匹でしょ?
1匹、ここは 1+1 で2、ここは 2+1+1 で4と、 4+2+1+1 で、ここは8と、でここ14と、ここ26と、まあ、そんな感じで増えていくんだけどさ、実はねこれってここの2倍になってんだよね。まあそんな感じでね、一番上だけちょっとね違うんだけど、ここは2倍になってないんだけど、まあ全部ねここは2倍になってますよと、まあ、いう関係があります。まあ、それなぜかというと、まあ、ここは tn たす3とすると、ここは tn たす2で、ここは tn たす1で、ここは tn になってるんで、ね、これこの3つ足すと、これ tn たす3だから結局ねイコール 2tn たす何とかになってんでね、うん、まあ、こっち側が n の時に何になってるかな、こっち側が n の時に2のT、ちょっとトリボナッチ数列の一般項がどうやって定義されてたかと、これは T0 でしょ、これは T1 でしょ、 T2、T3、T4 と、 T4 の時に2になるんだね。 T4 が2になるというのを考えると、ここが2の T4 か、うん、だから2の時に T4 だから、 N の時は TN たす2かな、うん、で実際の像の数っていうのは、これって今ペアで考えてるじゃん、ペアで、うん、だからさらにこれ 2倍すると。で今750年でしょ考えてんの、これね、うん、だから30年スパンで考えてるから30と32が6355だから、第25世代だ、ここが第25世代だから、求めるのは4の t の27か、うん、何になってますかと、まあいう感じかな。これがね19万ミリオン、うん、なってますかと、まあそういう話なんだけどさ、まあ、その辺はね別撮りでちょっと計算したいなと思います。はい、ターミナル起動して Python のレプルをまあね中に入ったんですけど、トリボナッチだから ABC を001とでもしといて、で今第27世代でしょ、 For I in range 27と、でここが ABC をBC? A たす B たす C とか、まあ、こんな感じにするのかな。そうすると ABC っていうのはどうなってますかと、25557574700770、だから真ん中かな、真ん中をさ4倍すればさちょうどいい感じになんない？188だから1101001000万、だちょうどね19ミリオンっぽくなったね。これがねダーウィンさんの息子が計算したっていうね数字だよね。お、合ってるじゃん、さすがだね息子、さすが数学者じゃあブラックボードに戻りましょうか。はい、ということで計算した結果、うんね、この値はこうなりましたよと。ただね今ねちょっと見返してて、これ、ね、t の28かなんかを計算してるっぽいんだよね、うん、実際 t27 だとこれより一つ少ないやつになっちゃうんだけど、なんかさこのダーウィンのなんかこの数え方がちょっとおかしいかもしんないね、この辺をさ、ね、After a period of from 940 to 950 yearsThere would be nearly 19でしょ、ミリオンエレファンツでしょ、アライブ。でもこれどっから始めるかっていうのがさ、だから最初の、まあ、つがいが、なんだろう、30歳から始めてんのかな。まあ、そんな感じがするんだけどね。うん。ちょっとこの辺がね、ちょっと曖昧っていうかさ、多分ダーウィンはこの0、ここじゃなくて、こっから第一世代として、スタートしてる気がすんな。うん。まあだから、T28 で、まあ、合ってんのかな、うん、
まあその辺は細かい違いなんだけど、まあ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 、実際計算としては大体ね、1900万、ね、1880万というところで、ぴったしの数字が出てきたと。さすがだね、ダーウィンと。まあね、息子なんだけどね。ちゅうところで、今回は、ね、トリボナッチ数列の初出ということをね、話したんだけど、まあそれはね、ダーウィンの死の起源でしたと。チャプター3、ストラグルフォーエグジステンスと。多分ね、この1900万になっちゃうんだけど、実際はね、すごい減っちゃうよと。だからね、生存するために、生きるために、ストラグル格闘してるのは大変な競争があるんだよとか、まあそんな話をね、多分してると思うんだけど、まあ実際俺はね、あんまり読んでないんで分かんないんだけどね、まあ興味ある人は読んでみてくださいというところで、今回はこの辺にしようかな。